あと今コロナだからね、マスクつけないと罰金ね。いくらだっけ？$300。$300だっけ？やば。Hi guys, welcome back to my channel, Isumi san. Okay, so today I have a special guest. そう、今日はお友達を連れてきました。どうぞ自己紹介。はじめまして、浅尾陽介です。ミサさんと同じくシンガポールと日本人のハーフで、今シンガポールで兵役をやっています。よろしくお願いします。マジでよろしくお願いします。お願いします。すごくない兵役？貴重な経験ですよこれ。普通に基地の中でもハーフの子あんまいないんじゃない？あんまいないです。純日本人もいない？純日本人何人か、うん、あ、いるんだ。2、3人。へえ、その人たちは PR。 なるほど。 PR 持ってる人も NS 受けなきゃいけないんで、そういう人たちも何人かを見かけます。いや、皆さん日本では経験できないことを彼はシンガポールで経験します。え、何歳ですか？18歳です。待って、 18? あっ若っ若い。18って。ってことで、もう高青年と今日は動画を一本やっていきたいと思います。シンガポールハーフだからこそ感じる日本との文化、習慣の違い、5選やっていきたいと思います。同じアジアだけど、うん、ね、アジアの国だけど全然違う。違うよね、うん、結構いくつか出てきた。出てきた。いや、私から言っていいじゃん。どうぞ。なんかシンガポール在住日本人も多分絶対思ったことあるやつなんですけど、ゴミの分別が、ゴミ、そう、確かにゴミの分別がないんですよ。あ、ない、いや、ある時ある場所もあるんですよ、もちろん。適当だよね。適当。日本だと燃えるゴミ、燃えないゴミ、缶、瓶、プラスチックとか、うん、段ボールとかめっちゃ細かく分けてるじゃないですか。シンガポールはそんなことなくて、ゴミ箱を一つで全部収まっちゃっていいんですよ。言ってる意味わかります皆さん？適当に全部ゴミ箱に投げる感じですね。やっぱに私日本生活が長いから、まあ、おばあちゃんに会いに、まあ、シンガポールも年に何回か帰ってきたことはあるんですけど、缶とかビールじゃないの、あの缶とか瓶を捨てるときに同じゴミ箱に捨てるのがなんか罪悪感があって、うん、なんかね、ちょっとモヤモヤする。そうそう、あ、いいのかなみたいな。毎朝お母さんに今日プラスチック捨てといて、そう、あ、燃えるゴミ捨てといて、わかるわかるわかる、缶捨てといてとかって学校行く前にずっと言われてた。曜日も決まってんじゃん日本。月曜日は例えば燃えるゴミとか、火曜日は燃えないゴミとか。シンガポールないよね。ないですね。ね、あとゴミ捨て場も日本は決まってるよね、うん、でもシンガポールはなんて言えばいいんだね、あの各階にさ、なんかない、開けるやつ、あ、そう、開けるやつ、あ、開けて中にダスト、ダストか、うん、そう、各フロアにダストがあって、そこにただそこに投げ入れるだけ、もう24時間いつでも、うん、では次、陽介君。僕が感じたのは店員のマナーが日本の方がダントツにいいっていうことです。シンガポールだとお店とか携帯いじりながら接客する人も多かったり、あとすごい態度が悪い人いたりするんですけど、日本とかはもちろん携帯いじってる人なんかいないし、店員の接客がめっちゃいいって思います。あ、それわかる。私も衝撃だった。はい、お金、はいはい、みたいな。人によるよね、きっと。人による、うん、だ、まあ気にしないんだろうね、うん、なんか日本みたいにお客様は神様だっていう多分概念がないんだと思う。働いてる方からしたら楽ですよ、間違いない。楽です、間違いない。どっちを取るかっていう。でもまあもう慣れればこっちも全然気にしないよね。気にしないです、全然気にしないです。そう、なんか日本人の感覚で言っちゃったら、え、なんだこいつってなっちゃうけど、でももう気にしない、うんうん、お客さん神様っていう概念は多分シンガポール人からしたら理解できないんだろうね、うん、お客さんだからなんだよみたいな感じで。え、間違いない。間違いない。じゃあ次、
じゃあ次はあのシンガポールはめちゃめちゃ罰金大好きです。大好きですね、本当に本当に罰金が多いですね。有名なのが、有名なのはガムを持ち込んだらダメ、うん、ガム売ってないんですよね、シンガポール。え、売ってないね、どこにも売ってない。と、ポイ捨て罰金とかね、これ有名だよね、結構。結構有名です。なんか言われない？なんか日本人の友達とかにさ、うん、言われる。シンガポールってなんかポイ捨てしたら罰金なんでしょ。めっちゃ言われるでも実際さ、捕まってるとこ見たことない。あんまないですよ。今度やってみたら。いや、ね、怖い怖い。あと今コロナだからね、マスクつけないと罰金ね。いくらだっけ？300ドル。300ドルだっけ、やば。1ドル80円ぐらいだから24,000円。日本だったら絶対考えられない、マスクしないと、ね、警察がよく街を歩き回ってますよ、うん、結構多いですよ警察、うん、なんでそれに見つかると罰金取られちゃうんで。 あと電車での飲食も罰金。そうだ、電車での飲食ダメですよ皆さん。電車ホームでもホームでもダメ。あ、ね、そうそう、ホームでもダメなの。私さ、インターンシップシンガポールでやったことがあって、インターンシップシンガポールで、あ、もちろん電車の中であの水も飲んじゃダメって知ってたんだけど、当時ねホームで水ちょっと飲んだら隣にいたおばさんにめっちゃ噛みされた。え、なんでこのおばさん私のことめっちゃ噛みしてんのと思って、でよくよく考えれば、あ、これか水だわと思って。ホームでもダメっていうのはちょっと日本じゃね、びっくりする、ね、400ドルぐらいかな罰金。400、電車は400ドルだよね。400、32,000円。皆さんで日本の電車でマックとか食べてる人いるけどアウトですよ、シンガポールじゃ。これ韓国客でも罰金取られるんで、アウト、気をつけてください。気をつけてください、マックダメですよ電車で。はい、では次よすけくん。人種が多い多民族国家っていうのがちょっと日本と違うなって思って、うん、日本は単一民族国家です、うん、シンガポールは中華人、マレー系、インド系、うんうん、結構人種が多い。人種多いね。文化の違いがすごいあるっていうのが、確かに僕が感じたことです。文化めっちゃあるよね、いろいろ。シンガポールはそれぞれの民族を尊重してるから、なんかチャイナタウンがあったりとか、リトルインディアとかあったりとか、あとなんかアラブストリートとかもあったりして、あと僕が軍隊の中で感じた、うんうんうん、まあ多分他のところでもあると思うんですけど、感じたなんか多様性っていうのが、なんかイスラム教専用の食堂があるみたいな。あ、あるんだ NS で。なんかイスラムハラール専用、出た、あ、はいはいはい、豚肉が入ってない料理が提供されてて、それにびっくりしました。あれ普通のフードコートでもさ、なんかトレー色分けしてるもんね、うん、イスラム教の人用のお皿とか、お皿とかフォークとかのも混ぜちゃダメなんで、うんうん、色分けられてます、ね、色分けされてるね。日本ないですよね、とこちょっとあると思う。そんなないですよ、うん、あとまあトレーといえばさ、ちょっと話変わっちゃうけど、トレーの返却ってあんまないよねシンガポール。返却ないですご飯とか食べた後とかもうそのまま机に置きっぱなしで帰って誰かが掃除してくれるみたいな、うんうん、日本だとそのトレーをなんかお店のとこまで戻すみたいなのが普通なんですけど、シンガポールはそのままにしてます、ね、そのままして立ち去るよね最初僕それめっちゃ罪悪感感じました。え、わかる、めっちゃわかる。残していいのかな、ここに、そう、大丈夫かな、いや置いてこうみたいなみんな置いてるしみたいなね、そう、片付けてくれる人がいるんですよちゃんと。日本のフードコートってないじゃないですか、トレー返却口っていうのが。でもシンガポールもところどころ増えてきてるみたいなんですけど、でもまだやっぱ主流は普通にこれを置いて立ち去る。最後これさ、共感してくれる人いるかな。お母さんがシンガポール人なんですけど、私ちっちゃい頃悪さをしたらなんか細い竹の棒で叩かれるんですよ。ムチ、そう、ムチみたいな、ムチで叩かれてたり。え、ヨスケ君も経験した？叩かれた、やっぱり叩かれてました。悪いことして怒られたりすると、うん、棚からなんかムチみたいな取り出してめっちゃ怖いよそれが、こうバチンって叩かれてそう、あの薄い細い竹の棒があるんですよ皆さん、シンガポールに売られてて、子供を叩く用の竹みたいな。そう、あの決して暴力とかではないんですよ、質
けの一環で売られてて、いや本当にちっちゃい頃はあれが怖かった。怖かった。あれを持ってたお母さんが本当に怖かった逃げ回ってましたよ。いやマジでその叫び泣き叫びながら逃げ回ってたもん。今は売られてんのかな。売られてるところは少なくなった、多分少なくなったと思う。友達から聞いた話なんですけど、うん、全校集会、学校の全校集会でなんか悪さをした生徒が一番前に立たされて、それで無知で叩かれるみたいな公開処刑がシンガポールで昔あった。マジで言ってんのしかもそれなんか事前に親に知らせてなんかあなたの息子さんをこういう悪さをしたので全校集会で無知で打ちますよみたいな、うんうん、報告はちゃんとしてるんだね。え、どこ戦うのかな。ケツ、お尻、お尻、え、待ってケツ出すのかな多分てかケツって言っちゃったお尻じゃなくていや、それはもうそれされたらもう悪さしたくなくなるよね絶対しなくなります。絶対しなくなる。すごい面白いね、シンガポールと日本の。面白いです。私のお母さんね、わざわざあの竹の棒をシンガポールで買って日本に持って帰ってきたからね輸入してた、輸入。多分日本では多分探せないだろうからね。ないですね、日本では考えられないでしょ。でも日本だとね、暴力って考えられちゃう、訴えられちゃうね。今思えば懐かしいわ。懐かしい、懐かしくない。ちっちゃい頃ずっと叩かれて、いい思い出ではないないい思い出ではない。Okay guys, so that's all for the video today. Thank you so much for watching. なんか最後に動画見てくれてありがとうございました。これからもよかったら私の動画に見てください、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you guys soon. Bye bye.